おお。金ならあるって。俺はいいと思うんだけど。おお。タクシーで行くか。あ。おい、そこのあんた、何しに来た？この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか？あんた、また登場会の若い衆か？いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら立花不動産に何の用だ？あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らはここらの店をゴミとしか思ってないんだろうが、俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したきゃ俺ら殺すしかねえぞ。俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな。お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ。少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか？違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと？そうでしょう、小田さん。どうも。誰かと思えばスナックナマセのお兄さんか。あんた、堅気の人間とか言ってなかったか？なかなか信じてもらえねえが、今は仇だ。前は道島組にいたがな。道島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる？あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？あんた、名前は？キリュウだ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。
わかりました。じゃあそのように。え、それじゃ。社長は何つってた？うちのことを深く知りたいなら、昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、わかった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か？ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんらしい。うちの社長が言うには、ここらは神室町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビル？あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナック生瀬の店長見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人追い出してんだから。因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね、偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな。大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ？うちの社長に会いに行くのか？ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。おお、ちょっとお前、おい、目障りだ。いらっしゃいませ。いい味だ。ありがとうございました。勘弁してください。もうしません。
飲んでいきましょう。ほら飲んでいきましょう。絶対満足させますんで。俺は立花から呼ばれてきたんだ。お前ら立花不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか。何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだろう、小田が。おれ回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ聞こえなかったのか。さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしねえ。だが呼ばれた先で門前払いとはコケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。どけ、お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがってどうなっても知らねえぞ。お前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたんだ。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。神室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。
嘘だろこの俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ信じらんねえ織田納得しましたか織田さん俺の負けですよ社長どうなってるあんたも承知で織田に俺を試させたってことなのかええ織田さんは私にとってかけがえのない片腕ですだから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありましたそうかよ俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜさっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていたタチバナそろそろ腹の中に隠してるもん見せろあんたはなぜこの俺に近づいてきたその理由は何なんだいいでしょうですがその前にあなたはこのカムロ町という町を何と見ますかカムロ町さあな質問の意味が分かんねえ私はね桐生さんこの町は堂島組をはじめとする東条会の餌場であると見ています一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金そこから溢れる甘い汁は全て東条会の極道たちに吸い上げられる何が言ってんだ東条会が力で光り輝かせるこの町に私は風穴を開ける人間ですこんな風にねは力私は自分の力がこの先どこまで東条会に迫れるか試してみたい
ですが、まだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体キリュウさんがご存知かどうか、東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東城会の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東城会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと。おやっさんが。あなたは堂島組の若頭補佐、久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは殻の一壺の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は殻の一壺をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば、彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですが、それを承知であなたが我々と手を結ぶことを、他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは、クゼがあなたに近づくことも、あなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさか、いくらおやっさんでもそんなことまでわかるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか、東城会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとって、あなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが殻の一粒を手に入れる目的は、おそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやっさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと、私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか、キリュウさん。立花、あんたがおやっさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるには、これがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやっさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが、数
片付いた後で。俺にはまだ親さんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかったってことか。だがあの人が俺に何かを望むなら俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日おやっさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします。桐生さん。すごいね。東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもうここが何もナンバーワンの店ですさかい。蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんてタコなしのたこ焼きみたいなもんですわ。いや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ行きましょう。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない。そないなことありまへんって。もう先生何で言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろう。まあましてやこの手の店なんてもう。あそこの席あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですってほんまに。物騒な店も確かにありますけどこの店に限っては絶対安心。折り紙付きです。あれは確かにヤーさんやけどこの店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ細かい話は抜きにしてささまずは座って一杯やりましょうね。えほらさあ。でもね、
こんばんは。失礼します。失礼します。こんばんは。どうです、女の子も粒揃いですやろ。このお方はな、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら、君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思うた。東京から来はったんですか。かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか。いや、今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そう、せやから君らがたっぷりサービスしてくれんと、あたしの面目丸つぶれ。頼むで。なんや、責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ。ほう、シャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパン言っときましょうか。おいおい、大丈夫か。10万だぞ。大丈夫大丈夫、先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。シャンパンね。ありがとうございます。でも一本でええんですか。え、せやね、東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど、確かにその通りや。よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな4本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、4本いっとれ。さすが男前、お願いします。うわすごい。うまいな、もう一杯や。社長さん、すごい。にぎやかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああ、この店が有名になったんはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わってそこから急に。社員くらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分のやり手みたいだね。そう、うちの支配人、夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねえぞ。ちょっと触るくらいいいやろね。お前もまんざらやないんやろ。なわけあるか。もうすっごい。ほらここやここ。お客様、当店はお触り禁止です。どうかその辺で。かわいやっちゃな。お客は大概にせんと。大概にせんかったら何やってんのこれ。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね、このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。彼ってあの男か。
ありゃただのケツ持ちだろう。お客様。ん？本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。ですが違います。え？せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと？え？あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが、当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんともいい。どうや、神様からのお恵みは？ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。こんな野郎、ええとけよや。てっ、うっ、お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、一丁景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろお客様は神様ですから。まだそんなこと抜かすかい。なめおってさあ、ショータイムや。後ろでございます。お客様は神様やろげ。そろそろよろしい。おしぼりはいかがですか。なんやお前は。あ、くそ。お。この。あ、危ない。
ですのでこちらはお預かりいたします。いいぞ、ありがとうございます支配人。さてこの野郎、警察に突き出してやる。さばけろ君。お静かに。こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですがどうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されればこれまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。そこでお客様に一つお願いがございます。俺に？はい、夜の世界の流儀として酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば年間接待費は億をくだらないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんならこの場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。
支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアどうや、落ち着いたか。はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。そうか、あいつら怪我は。いえ、突き飛ばされた小野のやつもこれといって。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父もまれて何もなしじゃ、モチベーションガタ打ちや。はい、それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ一応見張っときや。名刺は押さえちゃるが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。スタッフは最近どんな塩梅や。おおむね問題はないのですが。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいの。私からも話はしてみたんですが、なかなか。わかったわかった、俺からも話しとく。すみません、お手数ですがお願いします。失礼します。